皆さん、こんにちは。現在、FF 社が主流となっていますが、かつては技術的な問題から FF のデメリットが目立ってしまう車もありました。そこで、今回は各メーカーが開発した初期の FF 車をご紹介します。1. スバル1000。スバル360で自動車産業に進出した富士重工業が初の量産小型乗用車として1966年に発売したのがスバル1000です。FF が採用された背景には高速道路網の整備が進み始めていた日本で直進性や横風対応性などの操縦安定性において有利であることと、コンパクトカーでありながら広い室内空間が確保できる合理性が理由でした。搭載されたエンジンはコンパクトな1リッター水平対向4気筒 OHV で、最高出力55馬力から最高速度時速130キロの性能を発揮。サスペンションは4輪独立懸架とされ、コンパクトカーとしては優れた乗り心地とロードホールディングを両立し、水平対向エンジンによる低重心と重量物をフロントに押し込んだことによる高いトラクション性能などが高く評価されました。 2. マツダルーチェロータリークーペ。1966年にデビューした4ドアミドルクラスセダン、マツダルーチェは欧州車のようなスタイリッシュなデザインで人気となりましたが、1967年の第14回東京モーターショーにはルーチェとは異なる低く長い独特のプロポーションの2ドアハードトップクーペ RX87 を展示。1969年にルーチェロータリークーペとして発売されました。搭載されたパワーユニットは最高出力126馬力を発揮する 1.3 リッター2ローターのロータリーエンジン 13A 型で、ルーチェは FR でしたが、ルーチェロータリークーペは FF を採用し、現在までで唯一無二の FF ロータリー車です。ところが大卒の初任給が約3万円だった時代に、車両価格は145万から175万円と非常に高価な車だったため、販売は低迷し、1972年に生産を終了しました。 3. 日産チェリー。1970年に日産初の FF 車として発売されたチェリーは、サニーよりも小柄で軽自動車からの乗り換えや初めて車を購入する層をターゲットとしていました。当時のサニーが直線的なラインで構成されたボディに対し、チェリーは丸みの強い個性的なデザインで、コンパクトサイズのボディにサニーと同じエンジンをフロントへ横置きに搭載していました。チェリーのエンジンは1リッターと 1.2 リッターの直列4気筒 OHV エンジンで、 A 型という形式で呼ばれる名機です。ボディバリエーションは4ドアセダンおよび2ドアセダンでしたが、1971年により若々しくスポーティーなクーペを追加。中でもクーペ 1200X1 はキャブレターを SU ツインキャブ仕様に変更して、 1.2 リッター OHV エンジンながら80馬力の最高出力を絞り出していました。初代チェリーで培った FF のノウハウは、後継のチェリー F2 や初代パルサーへと受け継がれていきました。 4. ホンダシビック。ホンダは N360 やライフ1300セダン、クーペなどで FF の
販売実績が豊富だった中、1972年にこれまでとは異なる発想のコンパクトカーであるシビックを発売しました。ボディの四隅にタイヤをレイアウトしたデザインで室内の広さを確保し、前後を切り詰めたデザインはイギリスのミニに近く、社名の通り市民のための車として開発。デビュー当初は60馬力の 1.2 リッター直列4気筒 SOHC エンジンを搭載した2ドアセダンで、トランスミッションは4速マニュアルのみの設定とシンプルなグレード構成でした。そして1973年には排出ガス浄化技術 CVCC を採用した 1.5 リッター車と4ドアセダンを追加。この CVCC エンジン搭載車はクリア不可能と言われたアメリカの排出ガス規制をパスして、1975年モデルからアメリカにも輸出され、燃費のいい抵抗外車として多くのホンダファンを生みました。5. トヨタターセルコルサ。各メーカーのコンパクトカーが次々と FF 化される流れの中、静観していたトヨタも1978年に同社初の FF 車ターセルと姉妹車のコルサを発売しました。同じトヨタのコンパクトカースターレットと似た外観デザインでしたが、FF の利点を生かしてホイールベースを長く取り、コンパクトカーでありながら広い室内空間としたのが特徴でした。さらに当時の FF 車の多くがエンジンを横置きとしていたのに対して、ターセル・コルサは縦置きを採用し、トランスミッションがエンジン後方に置かれたため、スペース効率は横置きに劣りましたが、整備性がいいこと、オートマ搭載の障壁が少なかったこと、左右頭頂のドライブシャフトによりトルクステアが抑えられるメリットがありました。ターセル・コルサはトヨタのラインナップの中であまり目立つ存在ではありませんでしたが、5代目まで代を重ね、1999年に生産を終了しました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。